キメキメモリアルガールズサイドは貴族一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は動物園に行ってきたところですかね。で、今日はね、早速今週から修学旅行なんで、早速行ってきたいと思うんですが、ちょっと毎度のことなんですけれども、本当はね、四季様この世界には存在しないというか、ちょっと出会っていないんですけれども、ちょっと枕だけどね、都合があるので、ちょっと出会っているという、これちょっとそれ専用のデータでなのでね、ちょっと枕投げの都合で四季様にも、ね、参加していただこうかなと思います。今日から京都奈良へ修学旅行ね。今日は団体行動の日。現在点在する名所を観光中。明日は自由行動の日ね。おお、しおりちゃん。あれ、木城くん、どうしたの？今日の自由行動やけど、俺も一人やし、よかったら二人で一緒に回れへん？友達いるのかな？うん、いいよ。よっしゃ、ほな、行こか。金閣寺か。ガキん時にも何遍か来たから、今さら考えもないけど。あ、そうか、言ってたね、そういえばね。ちょっと残念だったね、修学旅行が京都で。まあ定番やしな。どうせやったらちょっとガイドでもしたるか。この金箔、ちょうど俺らが生まれた頃に張り替えられたんやで。生まれた頃だから多分あれか、平成になるなるぐらい、平成と同時ぐらいかな。へえ、そうなんだ。なんや、ピカピカしてるけど、夜とか雪景色の中で見たらまた違った趣があってな。確かにいいよね。でも京都、私京都もなんかずっと行きたいと思って行ってないんだよな。それこそあれだ、まさに修学旅行で、中学の修学旅行で京都に行って以来行ってないな。なんかもう相当行ってないな。20年以上行ってないってことがやべえな。じゃあいつかまた来てみたいな。さあ、やべや、慣れた土地やけど結構おもろかったわ。しおりちゃん、うん、今日は誘ってくれてありがとう。すごく楽しかった。あ、それやったら明後日の自由行動も俺に付き合ってくれへんかな。別に構わないよ。そうか、おおきに。ほんなら、あさっての朝、またこの場所でな。4日目は再び団体行動の日。観光名所をぐるぐる回る。なんか、男子の大部屋、賑やかだな。ボンソワ？あそこ、名前呼んでくね。あ、みずきさん、どうしたの？聞いて、あの騒々しいこと。瑞希のスイートにまで響いてきて、すっごく迷惑。あなたちょっと注意してきて。うん、行く。あ、瑞希も。今どっちで喋るか迷っちゃった。宮田君。やあ、レディース。来たね。元カレと恒例の元カレ登場。キジョウくん、お、自分らも来たんか。ねえ、みんなで何してんの？この部屋は今枕投げフィールドや。はよ自分らも参戦せな。あ、あかん。うわ、これなんか難しい、ちょっと難しくなったよね。あれ、待って待って待って、操作一緒だっけ。びっくりした。スティックね、 L ボタンかと思った。スティックね、スティックじゃないと移動できないんだっけ。十字キーでできないんだっけ。ちょっとなんか忘れちゃった。何回かやってんのに何回かやってんのに忘れた。しかもここでも L スティックを使ってる。もしかしてバレンタインデーでないとか言ったけど恐ろしい話だ。
え、十字キーで動かせないっけ。よーい、だるいな。あ、しかも画面逆か。あ、できるやん。四季さんはごめん、めっちゃ顔に当てちゃった。あげる。受けてみ、騎乗窓か必殺の技、クラッシュバイク。透明になった。見てなさいテニス部奥義火の玉スマッシュドパリー。なんか決めまくってる。美術部奥義基礎分解なんなのあんたたち。ちょっと待って、私自分がさ、ちょっとちょっと長いよ。見てなさい。テニス部奥義火の玉スマッシュドパリー。これ結構嫌だな。これ結構嫌だな。しかもさ、これさ、自分がさ、どこにいるかが分かんなくなっちゃってるからさ、余計に、おい、ふざけんな、マジで美術部、おい、色素分解。しかも終わった頃にやってくる。これさ、ほんとさ、自分がどこにいるかが分かんないんだって。えべ、受けてみ、騎乗窓か必殺の技、クラッシュバイク。それ役に立ってる？それ、役に立ってる？なんかしかもまたさ、自分がどこにいるかわかんない。ちょっと本当に難易度がやっぱ違う意味で高い。ちょっとやばいぞ。あ、よかった。問題はこの後ね。静かにしたまえ。消灯時間はとうに過ぎているはずだ。やばい、先生だ。みんな隠れろ。早く隠れなきゃ。あ、誰か先に隠れてたみたい。あ、体がくっついちゃうよ。でもじっとしてないと見つかっちゃうし、心臓の音が聞こえちゃいそう。君たちには高校生としての自覚がないのか。明日に備えて早く休みなさい。行ったみたいだな。みんな、もう出てきていいぞ。あ、騎乗くん。しおりちゃん。いや、積極的なんで焦ったで。じゃあ、今のはって何？騎乗くんはどこかな？おう、しおりちゃん、おはよう。あ、騎乗くん、おはよう。ほんじゃ、騎乗窓か。今日一日お供させてもらうわ。京都の見どころは行さんあるで。さ、早行こう。土産買うんやったらこの辺やで。俺、バイト先になんか買うてきたんやけど、寄ってもええか。うん、どうぞ。ほな、ちょっとだけ待っとってや。私も何かお土産買おうかな。見てや、しおりちゃん。観光客やと思って足元見よるし、負けさせたったで。強えな。騎乗くん、何を買ったの？清水焼の灰皿や。店長、ヘビースモーカーやしな。今の時代、肩身がね、狭いでしょうね。これで点数稼いで時給アップや。さすが騎乗くん、したたかというか、現実的というか。でも灰皿重たそうで持ち帰るのね。修学旅行は明日で終わりだね、騎乗くん。おう、今思ったら行き先が京都でよかった。重要なんは場所よりも一緒に過ごす相手やし、いろいろ案内とかできたからな。昔来た時よりもええ思い出になったわ。しおりちゃん。うん、よかった。羽ばたき市に到着。これにて修学旅行は終了。さて、一大イベントがもう気がつけば終わりか。でこの先は何もないね。じゃあまあ普通に、ああそっか、斉藤くんに会えてないのか。ちょっと連続デートだな。
ウス。今月行かなきゃいけないから先行こうかな、ライブハウス。もしもし、キジョウやけど。あ、キジョウくん、私藤本しおりだけど。ああ、今ちょうど俺からかけようと思ってたんや。ねえ、今日はなんか用か。そろそろ部屋行きたいよね、いい加減に。そういえば、部屋の存在忘れてたけど、9月28日にライブハウスに行かない？行く行く、今すぐでもええぐらいや。じゃあ9月28日に駅前広場で待ってるから。よっしゃ、楽しい一日になるとええな。あ、じゃあ期待して待っとくわ。やった、早く9月28日が来ないかな。あ、そうか。もしもし、キジョウやけど。あ、キジョウくん、私藤本しおりだけど。ああ、今ちょうど俺からかけようと思ってたんや。ねえ、今日はなんか用か。森林。10月5日に森林公園に行かない？行く行く、今すぐでもええぐらいや。じゃあ10月5日に公園入り口で待ってるから。よっしゃ、楽しい一日になるとええな。あ、じゃあ期待して待っとくわ。やった、早く10月5日が来ないかな。はい、じゃあ、今日はライブハウスで行ってきたいと思います。あれ、今日のデートの待ち合わせ場所はどこだったっけ？まだ来てないみたい。待ってみよっと。遅いな、待ち合わせ場所本当にここでよかったのかな。すまん、まったか、待たせる気はなかったんけど。もう俺なお。うん、私も今来たとこ。お、その格好。え、ああ、この格好。おう、やっぱ自分そういう服がよう似合うで。でもってバッチリ流行色やし、やるでこの子は。騎乗くんってこういう服が好きなのかな。な、行こか。あ、そっか、褒めてくれない。あれ、ピンは褒めてくれないだっけ。どないしたんよ。ちょっと未だにそこが基準がなんだっけなってなっちゃう。今日 えらい積極的やな。あ、ちょうど開演時間や。ほんじゃ入るか。どないしたんよ。暗いからよそ見してたら危ないで。混んでるからはぐねんようにな。お、女の子の手って柔らかいな。あ、そろそろ始まるみたい。あの、なんか装飾何なんだろうな、あの謎のパネル。ずっと思ってたけど、後ろはなんかあれ、漫才って書いてんのかな。なかなか古典的。わからへん、なんであんなオチにしたんやろ。ん？何や？あるよね、そのさ、グループとかがさ好きでもさ、あの運営の方針とかさ。ナイスツッコミってちゃうか。あるよね、なんでなんでみたいな。好きがゆえのなんでみたいな、非常によくわかりますね。ダメだった？私は面白かったけど。いや、落ち替えたらもっとおもろなるって思ってな。それ以外は文句なしやで。そういうことよね、やっぱりね。いや、あるよね、本当に。多分あのあるあるでしょうけど、どこの界隈でもね。どないしたんよ。もうちょっとこう、なんでもうちょっと開けたとこでフリーライブとかしないんだろうとかさ、もうちょっと物販なんで過去のやつ再販しないんだろうとかさ、いろいろあるよね。わかるよ。熱はないって。
ああ楽しかった。ほら今度はこっちからも誘わなあかんな。どないしたんよ。自分とやったら何してても楽しめそうや。うん、今日のデートいい感じだったみたい。中学生とちゃうからな、まだちょっと早いな。どっか寄り道でもどうや。うん、行く行く。よっしゃ、ノリやで。じゃあ行こうか。うん。あれ、ミスター、今日のデートももうおしまいか。このまま話したくなくなりそうや。騎乗くん、ところで騎乗くん、ん、何や。いい感じで流れ来てますね。男の人が女の子にドキドキするときって。そらもう年がら年中ドキドキしっぱなしやけど、髪をかき上げる仕草、ちっこくて柔らかい手、ふとした時に漂う色気。そのふとした時に漂う色気の詳細を教えていただきたいね。ふとした時とはどのよう、例えばどのような時。ほんでもやっぱドキドキ言うたら夏やんな。薄い布、魅惑のライン、心拍数もうなぎ登りや。あ、何も言わなかった。結構塩対応気味だよね、騎乗くんに対して。まあ、いきなり終わるのはファースト基本的にそうだけど。ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな、しおりちゃん。騎乗くんに家まで送ってもらっちゃった。お、騎乗くんからメール。今日は寝るまで自分のことで頭いっぱいや、責任取ってくれる、嘘だって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。今週はバッチリ頑張ったよね。しおりちゃん、いつからガリ勉になったんや。今度俺にも教えてな。ちょうど騎乗くんのところにでやや隠れている茶色、ちょっと赤みのある茶色のロングの女の子、絶対可愛いね。やったね。多分目つけてる男がいるな。今日は騎乗くんとデート。あ、こいつも呼んでたっけ。はい、今日は、森林公園に行ってきたいと思います。なんか手袋になってたんで、なんかあんな手袋が宝石商かなって感じ。出た、 C シャツ。C シャツのシーズンが夏、ロンティーだからさ、夏じゃなくて秋っていうのがまたいいよね。ごめん、待った？この俺を待たせるやなんて悪いやったで、ほんま。せっかく早めに来たのにな。まあ相手が自分やったら怒られへんわ。しおりちゃん、今日はひときわ可愛いや。なんやってるわ。それにもうチェック済みなんや。え、ああこの手袋、この時期手袋って流行りやもんな、そういうの。よう匂ってんで。この服にしてよかった。ま、行こうか。ん、何や。今日えらい積極的やな。今日は並木道の方行ってみようや。ん？何よ。こういう日にバイク飛ばしたら最高なんやろな。免許取ったのかしら。そういえばついこの間まで暑かったのに、なんや夏が懐かしいわ。免許取るのもお金かかるからね。それなりにね。頭撫でんの好きやな。葉っぱがついてるかな。夏が好きなんだ、夏が好きなんだ、騎乗くん。まあな、お姉さん方の服薄着になるし。ちょうど言ってたね、この間。どないしたんよ。自分の手すべすべやな。ちょっと爪先がね、すぐ乾燥したんだけど、角質がね。あー楽しかった。ほら今度はこっちからも誘わなあかんな。うん、ほんまに楽しかったわ。今度お礼させてや。うん、
今日のデートいい感じだったみたい。中学生とちゃうからな、まだちょっと早いな。どっか寄り道でもどうや。どないしたんよ。どないもしません。うん、行く行く。よっしゃ、ノリやで。じゃあ行こうか。どないしたんよ。え、手つないで帰ろうや。手をつないでもらっちゃった。そういえばずっと手つないだままやったな。ん、なんや。ええで、また一緒に行こうな。ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな、しおりちゃん。騎乗くんに家まで送ってもらっちゃった。しおりちゃん。お、あれ、騎乗くんも今帰り。まあ、な、あ、その、なんや。もしかして、待っててくれた？肛門ではないんだね、そういえばね、待ってるってね。あ、自分待っとって、一緒に帰れへんか？うん、一緒に帰ろう。なんや、ドキドキしてもだ。ほな、行こうか。そう言うたら、こんな話知っとる？校舎の近くに教会があるやん、あそこの伝説。どないしたんよ。腕でも組んどくか。うん、聞いたことはあるけど。なんでも中にお姫さんがおって、王子様が迎えに来るのを待ってるらしいわ。いつの話かわかんないけど、ずっと待ってるとしたら相当な、もうしわしわお姫様だね。あっ、なわけあるかっちゅうねん。な、ベタベタな話やろ。お、ベタベタ。お、急に近づいてきてどないしたんよ。今日ちょっと塩じゃん。あれ、その話どこかで聞いたことあるような。しおりちゃん、ちょっとええかな。しゃ、来た、お願いし、そろそろさ、いい、来た、家に。あれ、騎乗くん、どうしたの、改まって。聞きたいんやけど、今度の日曜日ってどないや。どないって言われても。ほら、なんかあるやろ、暇で暇でしゃあないとか、誰かに誘ってほしいなとか。うん、特に予定はないけど。一緒に買い物とかどうや。付き合ったらで。買い物ばっかりなんだよな、それは。ちょっと遠慮で。臨海公園で二人の愛を深めるっちゅうなで。あ、臨海公園なんて誘ってくるんだ。まあでもちょっと大観覧車がまだないからちょっと用事ないけどね。ちょっと愛深まらないかもしれない、まだ。自分の水着姿が見たいから、温水プール行こうな。プールか、ちょうど誘おうと思ってたから、まあいっか。うん、よっしゃ、あ、じゃあ決まりな。じゃあ今度の日曜日、公園入り口で待ち合わせでいいかな。ええに決まってるやん、期待してるし。キャンセルとかはなしやで。やった、騎乗くんからデートに誘われちゃったよ。はい、じゃあ、今日は温水プールに行ってきたいと思います。玉虫水着でね、ちょっと玉虫感あるよね。ごめん、待った？この俺を待たせるやなんて悪いやっちゃで、ほんま。せっかく早めに来たのにな。まあ相手が自分やったら怒られへんわ。ほら、早う水着姿、いや、中に入って泳ごうや。何度見ても渋いな。この温水プール、お待たせ。どうしたの、騎乗くん。しおりちゃん、俺以外の男の前でそんなん来たらあかんで。絶対やで。何度来てもプールはええねえ、自分の水着姿見れるし。うん、ブラウンは書かれてないんだね、この辺かな。腕でも組んどくか。
見て見て、この客船尾。あかん、お姉さん、目の毒やって。ん？自分、誘っとるんかいな。そうだって言ったらどうする？今日は誘ってくれてありがとう。すっごく楽しかった。おう、また近いうちに誘うわ。他の男に取られたないしな。ん？他の男は大丈夫よ。防御してるからね。そろそろ爆弾つくかな、また。ほんまに楽しかったわ。今度お礼させてや。やったね、今日のデートバッチリ好印象。中学生とちゃうからな、まだちょっと早いな。どっか寄り道でもどうや？うん、行く行く。よっしゃ、ええー、ノリやで。じゃあ行こうか。どないしたんよ？あれ、手繋いだっけ、この間。今日のデートももうおしまいか。このまま話したくなくなりそうや。騎乗くん、ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな、しおりちゃん。騎乗くんに家まで送ってもらっちゃった。あんなもなかった。今日はちょっと寝ようかな。やることがない、運動したいけど絶妙なんだよな。もうちょっとしたら出してもいいんだけど。時間微妙だな。あと1回ぐらいデートできるか。ちょっとデートまでやるとなると無理か。デート前まで行くか。もしもし、騎乗やけど。あ、騎乗くん、私藤本しおりだけど。ああ、今ちょうど俺からかけようと思ってたんや。で、今日は何か用か？10月26日に山へもみじ狩りに行かない？行く行く、今すぐでもええぐらいや。じゃあ10月26日にバス停で待ってるから。よっしゃ、楽しい一日になるとええな。あ、じゃあ期待して待っとくわ。やった、早く10月26日が来ないかな。微妙に、なんか絶妙だな。行ってもいいか。あ、でも次の服なんだっけな。ちょっとチェック柄のあの服だったらデートを次にしたいんだよな。おう、しおりちゃん、しっかり働いてるか？あ、騎乗くん、なんとなく来てみたんやけど、バイト楽しそうやな。注文やけど、おすすめはあるか？メロンフラペチーノかな。あ、おじさん、教えてくれないな。多数決の結果、今年の文化祭の出し物はバザーに決定しました。バザーって一番多分楽なやつ。こいつら楽なやつ選んだな。2週間後の文化祭目指して頑張りましょう。よし、頑張るぞ。せっかくだから行くか。はい、じゃあ、今日は紅葉を見に行ってきたいと思います。なんか女の回答って感じの格好だね。また紅葉に C シャツだな。なんか1年前もそうだった気がする。ごめん、待った？この俺を待たせるやなんて悪いやったで、ほんま。せっかく早めに来たのにな。まあ相手が自分やったら怒られへんわ。しおりちゃん、今日はひときわ可愛いやん。何やってるわ。それにもうチェック済みなんや。え？ああ、この手袋どこから取るかチェック済み。流行りやもんな、そういうの。よう似合うてんで。この服にしてよかった。ほな、行こうか。ん？何や？今日はちょっぴり大胆やな。さあって行こうか。ん？こんな日に布団を干したらふかふかで気持ちええやろな。そう、なんかそうね、布団最近てか片付けたからか、
ちょっとそろそろタオルケット干したいな、洗って。でかいやつはね、真っ赤やと思うたら黄色やら茶色やらがブレンドされてるんやな。綺麗なもんや。どないしたんよ。俺が男やっちゅうこと忘れてないか。なんでこれが一番いいんだろうな。秋のせいのパレットって何それ。秋のせいのパレットは色とりどりだね。自分時々そういうこそばゆいこと言うな。まあ可愛いから許す。どないしたんよ。唐突だよな、なかなか唐突だよな。うん、我慢。あー楽しかった。ほら今度はこっちからも誘わなあかんな。ん？何よ。自分とやったら何してても楽しめそうや。うん、今日のデートいい感じだったみたい。中学生とちゃうからな、まだちょっと早いな。どっか寄り道でもどうや。うん、行く行く。よっしゃ、ノリやで。じゃあ行こうか。ん？何よ。え？手つないで帰ろうや。手をつないで笑っちゃった。そういえばずっと手つないだままやったな。うん。ええで、また一緒に行こうな。ありがとう、家まで送ってくれて。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんじゃな、しおりちゃん。貴族に家まで送ってもらっちゃった。あ、貴城くんからメール。楽しかったね、またイチャコラしような、だって。やった、貴城くんすごく喜んでるみたい。はい、ということで、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。